どうもこんばんは、ミスターノバディです。あと預かり中のアイリンです。子犬の方が可愛いとかって言いますけど、子犬ってやっぱり大変ですよね。最近ね、ちょっと子犬の預かりがね、立て続いてしまいましたものですから、やっぱりこう、余計にね、生犬の魅力っていうのをね、感じるんですよね。保護犬といえばね、やっぱり大人のこういう子が多いんですよね。なので、今日はアイリンと共に保護犬を飼う、まあ、生犬を飼うメリットですかね。ということで、メリットデメリットということでお話ししていきます。本編に入る前に、先日公開した初のコラボ動画、79いいね、無事達成できました。ありがとうございました。視聴者の方とコラボするって斬新なコラボでしたが、三沢さんのためにも絶対に達成しないといけないと思っていたので、一人で別アカウント79個作っていいねしようかなと思いましたけど、65個で済みました。嘘です。皆さんのおかげです。それでは、生犬を飼うメリットからお話ししましょう。いや、でもデメリットから話した方がいいですかね。どっちがいいと思います？デメリットで落としてからその後上げた方がいいですよね。あーでもやっぱメリット先に伝えないと動画閉じられたら困るし、あーどうしようかなー。はい、このドタバタな動画に耐えられない人はまず子犬は無理ですね。子犬なんて飼ったらもっとめちゃくちゃですよ。さて、大人の保護犬を飼う最大の魅力、それはゆるキャラでおとなしい。まあ、ゆるキャラかどうかはね、その犬にもよりますが、若手時代はね、尖りまくって周りからは怖い怖いと言われていた人が、最近は天然ボケを連発していて可愛い。なんてね、ダウンタウンの浜田さんが言われてますけど、犬も人間も同じです。歳を取ると動作もゆっくりになるし、おとなしくなるもんです。そしてね、天然ボケを連発してくれるので、子犬とは違う日常の楽しさを提供してくれます。アイリーンもね、多分若い頃は結構走り回ったりしてたんですかね。今でも散歩が大好き。でももう10歳ですから、だんだん疲れてくるんですかね。どんどん歩みが遅くなっていきます。なるほど、疲れたのね。じゃあそろそろ帰ろっかって言って、だいたい1回の散歩はね、20分から30分ぐらいにしようとしてます。でも多分この子は15分ぐらいでも十分じゃないですかね。まあ僕のようなね、犬の散歩大好き人間にとってはね、物足りなくてね、ついつい30分40分とか行っちゃうんですけど、まあ世間的にはね、そんなにたくさん歩かせなくていいっていうのはメリットになるのではないでしょうか。ただもちろんね、デメリットも存在します。例えばしつけし直すのが難しい。いや、これよく言われますよね。確かにね、アイリーンもね、お手とかお座りハウスね、そういったこと何もできません。子犬だったら何かいたずらしてるのをやめさせるときに、待てとか離せとか覚えさせておくと良いですよね。でも落ち着いた大人になると、そもそもそんなにいたずらしないですからね。例えばね、人を噛んだらいけませんとか、お留守番もできるようにしましょうとか、ベルの音が鳴っても反応しないとかね、最低限のことができていれば別にお手とかお座りなんてね、できなくてもいいんじゃないですかね。一応待っては覚えとくと便利だから教えようかなと思ってるんですけどね。ただ一般的にはですね、生犬はすでにしつけがし終わっているというメリットがあるというふうにね、紹介されることが多いんですよ。アイリーも確かにいわゆる芸みたいな、芸事みたいなことはできませんけど、一般家庭で飼う上での問題っていうのは今のところね、あんまりありません。そして保護犬を引き取ることのデメリットとしてよく挙げられるのは、長生きしない。長生きしないに関してまず言いたいことがあります。10年も12年もね、連れ添った子供を捨てんな。つい先日もね、アップした動画で12歳のね、保護犬、シニア犬がね、保護されましたっていう動画出したんですけど、その子もね、保護されてから1週間でね、亡くなってしまったそうですよ。そう、シニア犬は長生きしない。だからこそ最後を幸せに過ごしてほしいということで、今回こういう動画を作ったんです。確かに子犬と比べたら一緒にいられる時間は短い。でも人生って皆さんが思ってるより短いんですよね。だったら短期集中でシニア犬をね、がっつり幸せにしてあげるっていうのもね、皆さんの人生を豊かにする、まあ、きっかけになるかもしれません。子犬機ほど手がかからない、性格が決まっていて、まあ、独特の世界観がある。そしてね、何より一緒にいてね、楽しいし癒される。そんな保護犬の魅力をですね、知ってほしいと。ね、それを知っていただくことでですね、アイリーンの魅力がさらに分かってもらえるんじゃないかなと思ってですね、今日はこんな動画を作ってみました。この子はしばらくうちで様子を見た後に、みなしごさんの自由が丘のカフェの方に、戻っていきます。ね、カフェがもカフェに戻る前にもう里親でね、希望者をこう、出していきたいと、ね、見つけていきたいというふうに思っております。なので、ぜひ、いいねを押していただいて、この動画をですね、いろんな人に広めていただける、広めるお手伝いをですね、していただけると嬉しいです。さて、最後に告知なんですが、僕の友人のですね、滝尾くんという高校2年生の男の子が、今度ですね、ゴミ拾いをやるイベントをしようと計画をしております。それでクラウドファンディングをしております。ゴミ拾いをね、より身近に感じてもらおうということで、ゲーム感覚でね、楽しめるゴミ拾いイベントっていうのをやろうとしてるみたいです。まあね、保護犬とゴミ拾いってあんまり関係ないように見えるかもしれないんですけど、意外とね、犬の、まあ、保護犬というか犬か。犬の散歩とゴミ拾いって実は結構相性が良くて、犬の散歩しながら、ゴミ拾いをしているとかね、そういう人って結構いるんですよね。なのでね、ちょっとこのチャンネルでも最後にね、
ちょろっとご紹介させていただこうと思います。最後にですね、そのクラウドファンディングの、まあ、宣伝といいますか、どんなことをやるのかっていう VTR を滝尾くんからもらってますので、最後にやめろ最後に流したいと思います。それではご覧ください。どうもこんにちは、滝尾でございます。ゼンです。この度私たちは日本一楽しいゴミ拾いイベントをします。ゲーム性を持たせてボランティアとしてのゴミ拾いからゲームとしてのゴミ拾いに変えたいなっていう思いがすごくあるんですよね。いや、すごかったですね。今初めて映像見たけど、めっちゃ編集うまいですね。てか滝尾くん、わけえな。もうすでにね、第一段階のゴールは達成しているみたいですけど、さらにね、次の先のゴール、一歩先のゴールをね、今目指してやってるみたいですので、まあ皆さんもですね、日本の未来に投資してあげてください。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう柴犬でした。耳をもうちょっと短くすると微妙だな。柴犬でした。柴犬でした。バイバーイバイバーイバイバーイ。かわいいね、アイリンは。じゃあさよなら。